続いてです、はい、料理に対しての価値観が変わったエピソードがあれば教えてください。あのね、もう料理っていうか日本料理っていうのは解析的にいろんなものを少しずつ食べるっていうのが少し特徴としてあるじゃないですか、はい、で僕はねミラノにずっといたんですけど、その時イタリア料理はどちらかというと小皿料理じゃなくて、うん、いろんなのがバンバンと出てくるダイナミックな料理だと思ってる、うん、はい、ところがある日ですね、そのイタリア料理でも、うん、そういう日本料理的に小皿料理のお店に出会った時、うん、うわっやってるじゃんってこういうとこでっていうことですね。それがすごく自分の今料理の人生の中で自分がやりたいことの表現を確認できた。そのお店はこうイタリアでも非常に珍しい出し方をされて、ものすごく流行ってる店でした、ちょっとそこからまたインスピレーションが、そうですね、それが一つそれがありますね、はい、ありがとうございます、それでは改めまして料理に対しての価値観が変わったエピソードはありますか。はい、あります。それはですね、ミラノのダリーノっていうお店行った時のことです。ありがとうございます。では続いての質問。